皆さんこんにちは、カメマルコです。はい、皆さん今回はですね、こちらじゃじゃん、こちらベルテックジャパンさんの90ゲージですね、こちらをこれからリクガメさんの、住める環境にセッティングしたいと思います。今回はね、うちのベルセオリガメのお引っ越しですね。最近ね、あのリクガメの環境セッティング動画撮ってなかったので、ちょっとね、あの今回は久々にリクガメの、環境作りとなります。結構ね、誰でもできる基本的な簡単なセッティングになりますので、これからもしもリクガメをね、初めて飼いたいよーっていう人ね、あのもちろんこれだけじゃないですが、要点などまとめられると思いますので見ていってください。それではレッツラーゴー。ではね、まず一回撮ります。じゃじゃん、ベルテックジャパンさんね、こちらのケージは前開き、めっちゃいいね。はい、ということでね、これからセッティングしていきます。まずはライトから。一番こちら紫外線ライトで使いますのは、こちらホホナクラブさんの UVB ライトですね。はい、こちらね、縦長系になります。こちらを置きます。はい、そしてね、次はこちら、はい、こちらホットスポットライトに使う、こちらヒートグローですね。こちらは昼も夜もどっちでもつけても大丈夫な、ライトになってます。まあ、今回小さめなのは夏ですから、あんまりホットスポットライトが暑すぎると今年本当に暑くなるのでね、こちらはちょっと小さめのライトにしました。で、これをどうつけるかというと、こちらじゃじゃん、はい、こちらがランプステーですね。ランプステーをつけていきます。今蓋閉めて、今紫外線ライト、見えにくいんですけども、上にね置いてつけました。で、ランプして見えにくいんですが、はい、そちら側にありますね。こちらに、保温ライトをつけていきます。こちらのランプだ、ランプにつけるこれですね、クリップをつければ簡単に保温ライトがこうやってつけられるようになりますね。保温ライト以外も紫外線ライトもこれでつきます。もちろん線は上にちょっと空いてる隙間があるので、そこからうまく出します。ちなみにこちらの蓋だと、ここが、ランプのこの線が外に出るようにこう開くようになってるので、ここの上から線を出します。はい、とこんな感じでね、ライトが完成しました。まあ、上に乗ってるこの紫外線ライトと、中にある保温ライトですね。次に、ライトが完成しましたら、中に、じゃじゃん、こちら、床材を敷きます。今回はバクテリア付きの強力の爬虫類マットです。次に、シェルターです。はい、シェルターはこちら、じゃじゃん。はい、こちらね、木の株で作ったやつかな。シェルターを敷きますと。はい、シェルターを置いて、はい。結構ね、シェルターはやっぱりカメさんには必要だなと思いますね。はい、やっぱりね、隠れる場所とか寝る場所とか落ち着く場所があった方がストレスは軽減するかなと私は思います。はい、次にじゃじゃん、こちら、水飲み場です。この辺でいいかな。ベルセオレ系、まあ他もインドホシガメとかいろんな、カメさんはなんですけど、こういった水飲み場はちょっと広めのスペースが必要ですね。はい、ということでね、お水を入れていきましょう。はい、こんな感じかな。ということで完成しました。はい、こちら、ベルセオレガメの、ポンくん、ポンちゃんです。ポンくんかね、ポンちゃんかまだ分かりませんけども、じゃじゃん、入っとるかな。もちろんこれ最低限の大きさになりますね。ベルセオレガメは隠居性も強いので、比較的、こういった乾燥系とか運動をたくさんするカメさんと比べると、そこまですごく広いケージを必要かというと必要性は低いのかなと思ってます。ただもちろん狭すぎてもね、あれなんですけども、
どっちかっていうとベルセオレガメは土も深め、潜れるように、もう隠れるように隠れられるよう潜れるような深めの土と絶対隠れられる、シェルター、ですね。安心して住めるのはやっぱカメさんのその種類によってやっぱ全然違いますのでね。はい、ということで今日は、簡単な、ケージのセッティング作りでした。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、亀丸子でした。バイバーイ。